杉並ニュースの時間です。こんにちは、平原沖恵です。今週は緑を守る取り組みと介護現場にロボットを導入する新しい試みについてお送りします。それでは最初の話題です。区は区民の皆さんと協力し緑を守り育てる取り組みを積極的に行っています。こちらは昭和25年頃の区内の写真です。杉並区はかつて緑豊かな農村地帯でした。明治時代以降、交通網の発達などにより市街地が広がり、住宅都市へと姿を変えていきます。その一方で緑は徐々に減っていきました。5年に一度区が行っている緑の実態調査によると、調査を始めた昭和47年に 24.02% だった緑肥率は、平成9年には 17.59% にまで落ち込みました。その後は緩やかに増え、最新の平成24年の調査では、22.17% に回復しています。緑には、一般的に4つの効果があると思います、景観を良くする効果、それから環境を保全していく効果、それから防災の効果、それからレクリエーションの場としての効果というのがあります。杉並区では緑を守り増やすためにビオトープや緑のカーテンの設置、校庭の芝生化、屋上緑化などさまざまな取り組みを行っています。また区の皆さんによる緑化活動も推進しています。こうした取り組みの一つに緑のベルトがあります。3月25日緑のベルトについて知ってもらい、緑化活動に参加するきっかけにしてもらおうと、杉並区役所で講座が開かれました。皆さん、緑のベルトとは何だろうと思われているかと思います。最終的にこの骨格となる緑のベルトの部分に自分の家から身近な緑のベルトをつないでいくことで、全体的に見た時につながった緑になっていて、たくさん緑のあふれる街になっているよという形を目指しています。会場では植物を育てることに関心を持ってもらおうと、ハンギングバスケットを作るワークショップも行われました。はい、知ってます。農芸高校の近くに住んでますので、よくあそこの高校生の方が植木鉢にね、パンジーとか植えて置いといてくださるんですよ。それを見て、あ、これは素敵だと思ってました。いや、私は知らなかったです。今回初めてそういうのを知って、すごい街が綺麗になっていいなというのは感じました。すごく楽しいです。これから家に飾って緑のベルトの運動につなげたいなというふうに思ってます。花咲かせたいと言って公園の中の花壇をボランティアさんにお願いをしている制度があります。それから公園の維持管理、花壇だけではなくてですね、全体的に維持管理に携わっていただく公園育て組という制度もございます。それからボランティア、緑に関わるボランティアの入門ということですね、緑のボランティア杉並というこちらも制度がございまして、区に登録をしていただいて、区の方でこういう、例えばここの公園の維持管理があるんでお手伝いくださいというようなことで、日にちを決めてですね、活動をしていただく、そういった制度もあります。杉並区は緑が多いというイメージがありますけれども、緑の実態調査からの結果からですね、公的な緑っていうのは全体の3割で、私的な緑が全体の7割を占めています。緑豊かな杉並というのをこれから継承していくためには、皆さん一人一人が緑を大切にしていただくことが大事だと思っております。そういう意味で、ほんの花の一鉢からですね、育てて緑に親しんで、いただければいいのかなというふうに思っております。杉並区の緑肥率は23区の中で練馬区、世田谷区に次ぐ
3位だそうです。みんなで協力して1番を目指しましょう。では続いての話題です。皆さんは介護ロボットを知っていますか？高齢化が進み介護者の不足が深刻化する中、区では介護現場へのロボットの導入を支援する取り組みを始めました。2010年から2025年までの間で65歳以上の高齢者はおよそ709万人増加すると言われています。特に2025年は団塊の世代が後期高齢者となり、国民の4人に1人が75歳以上となります。こうしたことから今後ますます介護に携わる職員の不足が深刻化すると予想されます。高齢者の方11万8千人おられまして、約 21% ですね、高齢化が進んでおりまして、ただやっぱり今問題なのはですね、後期高齢者の方がやっぱり多くなっているという状況でございます。また今後ですね、後期高齢者の方が増えてきて、やっぱり要介護の方も増えてくると、そうすると、まあ、特養に入居する方とかが増えてくると、そういう状況があるかと思います。介護人材のやっぱり確保っていうのはですね、杉並区だけではなくてですね、共通の課題だというふうに思っております。そういった中で、まあ、介護従事者の方の負担を軽減する、また作業効率の、作業効率を、まあ、測っていくということで、その、まあ、機器ですね、介護ロボットの導入っていうのはですね、今後必要になってくるかなというふうに考えております。区は平成28年度区内の高齢者施設への介護ロボット導入を支援する取り組みを始めました。こちらは昨年12月に介護ロボットを導入したマイルドハート高円寺です。介護者の負担を軽減するために導入されたこちらの介護ロボット、腰につけた装置が介護をする時の腰の曲げ伸ばしをアシストしてくれます。ベッドに移ります。はい、はい、私に捕まってね、よっ、よいしょ、横になります。電源を入れてこうやると引っ張ってくれるんですね。その引っ張るっていう動作が私たちが使っている背筋をサポートしてくれているんだと思うので、慣れてくればかなり腰の負担を軽減できるんだと思います。拒否っていうものは今のところないようで、スムーズに受け入れてくれるような感じですね。今までは、体の小さなスタッフがどうしても力任せで動かさなければいけなかったり、動いていただいていた、そうすると反動をつけなければいけなかったと思うんです。ですがその柔らかな動作で違和感なく場所移動ができるという点では大きなメリットで、介助の際の入居者様への負担であるとか大きな体の動きというのはなくなって、滑らかな介護につながっていると思います。介護ロボットだけじゃなくコルセットとかいろんなものもあるんですが、それが普及して皆さんが知ることによって介護を頑張ってみようかなというのであれば、あと会社側とかその法人側が腰痛予防とかスタッフの健康維持のために注目をしているところであれば、介護職は注目を浴びてまた人が増えてくるのではないかなという期待もしています。区では平成29年度に各施設に導入した介護ロボットの効果を検証し、今後の活用について検討していきたいと考えています。さて今週の杉並ニュースいかがでしたか？次回もお楽しみに。それではまたお会いしましょう。